今日はありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。私もとっても嬉しいです。私って結構女性性で物作ってるんだなって。そうか、蜷川さんに質問だからね。照れます。インスパイアウーマンの代表選手ですよ。美しい日々の写真集はもう素晴らしかったんですけど、普通の日常があのように感じたり見えたりするっていう、その感覚っていうのはやっぱり表現者の家系に生まれたっていうことも影響してるんですよね。そうですね、やっぱり普通のお家にあるものもあったし、でも普通のお家にはないものもやっぱりたくさん、例えば家の中にあったりとか、父の芝居見ながら育ってたり、あの劇場で一人でよく遊んでたりとか、人と違ってもこう自分が信じてるものだったら貫き通しなさいみたいな教えがあって、そういうのをずっとこう持ちながら、いつどうして写真に入っていったかっていう、一眼レフ買ったのは高校1年生なんですね。でもお家にあったコンパクトカメラで、小5ぐらいの時からかな、あのバービー人形を溶岩岩みたいなところに持ってて撮ったりとか、あと妹がいるんですけど、妹をモデルみたいにして撮ったりとかしてたんですよね、小学校ぐらいから。なんか作りたかったんですね。そうです、作りたいっていう欲求がすごく多くて、こうずっと蜷川幸雄のお嬢さんってこう言われ続けてたので、こう蜷川美香って認識してもらうにはどうしたらいいのかっていうのがすっごい早い時期からあったんですよ。小学校上がる頃にはなんか早く大人になって表現者になりたいって思いがあって、欲求の方が何か作りたくてしょうがないって思いがまず最初にあって、まあ、スペシャルなのが写真を撮ることだったっていうか。形っぽい質問だけど、よくそのジェンダーとか言うじゃないですか、女性ならではの視点というか、っていうのは自分で何か感じますか？なんか私は全然自分が女性らしいってか、女性の表現者だっていうふうに意識したことがなかったんですけど、でもやっぱ映画をやった時に初めて自覚したんです。こう少し俯瞰から自分の表現を見たりとか、可愛いから撮ってほしいと思った時、何が可愛いんだろうって、可愛いって何どこがですかって言われても、だって可愛いんだもんみたいな、こう説明できない何かだったりとか、そこで初めて客観的に、あ、私って結構女性性で物作ってるんだなって認識したんです。やっぱり映画だと、そう女性性があるまま、あれだけの組織を束ねていくって真逆の結構能力なので、これは武器なのかもとは思いました。あ、意識も してかな、私がやるんだったらこうした方がいいかなとか、なんか無理にそこから発想はしないですけど、二択になった時にはせっかく女の私がやるからこっちやっとくかみたいな感じは。あ、それはでもいいですね、はい、あと私がどうしても聞きたい質問があって、こう巷で話題になっている栗神さんが使っているという噂の不老不死の薬を教えてください。そんなものがあったらぜひもらいたい、ね、でもよくうちの父がもう本当に悔しそうに、栗神さんかっこいいんだよなってもう散々実家で言ってたんですよ。エネルギッシュです。僕薬飲んでるとすれば、はい、悔しいという悔しさの薬だけですよ。やり足りない、飛びきれない、はい、であとは、まあ、写真家って体を動かすことが多いのと、はい、いつも俺元気って見せるために一応1週間に2度ほどジムで鍛えてはいますけど、まあそんなもんで、あとは欲望だけですね。負けたくないという、母親になっていくことと自分の表現者としての感覚というか、変化していく過程っていうのは認識できますか？意外と直結してないんですよ。そのなんか、じゃあ母になったから表現が優しくなるとか、そんなもんじゃないわっていう思いがどっかしらあって、特に一人目の時になんか顔が柔らかくなったねとか言われるのがすごく嫌だったんですよ。そのなんか表現者として丸くなるっていうことがすごくいけないことだって思ってたから、いけないですよね。すっごい危機感があって、でその結果ヘルタースケルターみたいな表現になったので、逆説的にこう尖った表現、尖った表現にっていうふうに写真も映像もなった時期です。で今度2人目はまあなんかまあもう可愛いし、そんな無茶しなくても変わんないっていうのが分かったので、割とこうフラットにいますけど、より尖らなきゃって意識的に自分をお尻叩いた感じですね。強い人だ。蜷川さんの凄さっていうのかな、そのまあアーティストとしての感性は持ってると、
それ以外にある欲望と欲望の強さと、その行動力、精神と肉体のタフさという、その三拍子揃ってるんですよね、うん、そんな人あんまりいないんですよ、うん、これからどうしますか。でも これやっちゃいけないっていうリミットを作らないようにしようっていうだけで、でもあとはやっぱり一番の夢はずっとやり続けることですね。それが一番の挑戦ですかね、私は。